皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。こういった感じで動画を上げるのは久しぶりで、っていうのは最近屋外の企画ばっかりねやっていたから、しかも今回は久しぶりのレイカーズトークとなっております。いや本当に最近ダンクマンとしても試行錯誤していて、まあやはり単純に NBA のことを屋内で話す動画ばかりではなくて、もっとこうバラエティを増やしていきたいと思ってて、例えて言えば今まではこの小さい釣り堀ばかりをめがけてやっていたのですが、これからもう少しその範囲を広げていきたいとダンクマンなりに一生懸命考えてやってるので、今後もねいろいろと新しい取り組みが出てくると思うんですが、ぜひともね温かい目で見守っていただけたら幸いです。そしていつも動画を見ていただいている方、本当にありがとうございます。これからもダンクマンヨシ TV をよろしくお願いします。というわけで今回は久しぶりのレイカーズトークというわけで、このオフシーズンレイカーズの動きがやばいですよね。特に最近の動きで言うと、グリズリーズをバイアウトしたレジオン・ロンドが1年約 2.6 億円のベテランミニマムでレイカーズへ加入、そしてここにさらに先日ネッツからピストンズへトレードされていたディアンドレ・ジョーダンが、彼もピストンズとバイアウトをして1年約 2.6 億円でレイカーズへ入ることが濃厚となっているそうです。いや本当にレイカーズの補強が止まらないですよね。そしてここに対してネッツも最近ね、ラマーカス・オルドリッチが復活してネッツに入ってきて、しかもさらにポール・ミルサップ、パティ・ミルズも入ってますよね。ネッツのロスターもどんどんえげつなくなっていってる感じで、もう今からでもネッツとレイカーズの対戦が待ちきれないですよね。それではまずはじめにレイカーズの現ロスターを確認していきたいと思います。まずはウェストブルックが入ってきて、そこにウェイン・アーリントン、ケンドリック・ナン、マリック・モンク、ケント・ベズモー、カメラ・アンソニー、トレバー・リーザー、ドワイト・ハワード、そして THT も再契約で、レブロン・ジェームス、アンソニー・デイビスはもちろん、そこに最近ディアンドレ・ジョーダンとレジオン・ロンドが加わってきたと。そしてもちろんいなくなった選手も何人かいて、やっぱり大きかったのはアレックス・カルーソ、KCP、モンテレス・ハレル、カイル・クズマ、デニス・シュルーダー、マーキー・フ・モリス、アンドレ・ドラモンド、ベン・マクレモア、あとはウェズリー・マシューズも現在はフリーエージェントとなっており、この先どうなるかまだはっきりとはしてないそうですね。そしてマーカーソルも現時点ではまだレイカーズに残るかどうか決まってないと。まあ何にせよ現在のロスターはこんな感じで、次はこのメンバーの中からスタメンを予想していきたいと思うんですが、もう間違いないのはポイントガードのラッセル・ウェストブルック、スモールフォワードのレブロン・ジェームス、そしてパワーフォワードのアンソニー・デイビス。問題はシューティングガードとセンターの部分ですよね。シューティングガードの部分においては、もうここは単純に一番スリーポイントの成功率が高い選手を置いていくことが無難かと。っていうのはレブロン、ウェストブルック、アンソニー・ディービスの3選手は、一応外からも打てるんですが、ガツガツ中にも入っていくタイプなんで、できるだけその彼らのためにスペーシング、スペースを広げてやれる選手が、このポジションには欲しいところですよね。となってくると、ここの候補は、ウェイン・アーリントン、マリック・モンク、もしくはケンデリック・ナン、この3人のうちの誰かになってくると思うんですが、この3人のスリーポイントの部分にフォーカスしてみると、マリック・モンクは昨シーズンにおいて1試合あたり約2本のスリーポイントを沈めており、その成功率は約 40%。 対してケンドリック・ナンは昨シーズン1試合あたり約 2.2 本のスリーポイントを沈めており、その成功率は約 38%。 そしてウェイン・アーリントンは昨シーズン1試合あたり約 2.5 本のスリーポイントを沈めており、その成功率は約 42%。よって数字だけを見るとこの中で一番優れているスリーポイントシューターはウェイン・アーリントンだから、おそらくスタメンのシューティングガードもウェイン・アーリントンではないかと。まあもちろんこれからキャンプやプレーシーズンの試合などもやっていくと思いますが、それらの試合でよっぽどの問題がない限りウェイン・アーリントンになるかと。ですがもちろんこのウェイン・アーリントンも含めてウェストブルックもずっと試合に出てるわけにはいかないので、ここの控えとしてケンドリック・ナン、マリック・モンク、 THT、 もしくはレジオン・ロンドが入ってくると。そう、そしてこのロンドの役割としてはね、もちろんプレーオフロンドとしてもかなり期待はできるんですが、まあこれらガードのメンター役としてね、昨シーズンまではその部分をジェラード・ダドリーがやっていたんですが、今シーズンのロンドンにはこの部分にも期待ですよね。そしてフォワード陣に関しては不動のスタメンレブロン・ジェームスとアンソニー・ディービスがいますが、まあここの控えとしてケント・ベズモー、カメラ・アンソニー、トレバー・リーザー、この3人が控えに回るということになりますね。まあ3人ともね、外からのシュートはまだまだ入るし、カメラ・アンソニーに至ってはまだまだオフェンスも問題なさそうですが、ディフェンスが少し不安な部分はありますよね。まあこの部分に関してはガードも同じなんですが、池上みたいなディフェンスに定評がある選手がいないですよね。まあ強いて言えばケント・ベイズモアだけど、カーマル・アンソニーやトレバー・リーザー、彼らのディフェンス能力は年々衰えてきており、その点に関してはレブロン・ジェームスも同じですよね。まあアンソニー・ディービスに関してはそこそこやってくれますが、こう自分としてはもう一人ウィングプレイヤー、シューターに対してバリバリやってくれるディフェンダーのスペシャリストが欲しいところですよね。まあ何にせよフォワードはこんな感じで、次はビッグマン、
ン、センターを見ていきたいんですが、ここで今のところ名を連ねているのはディアンドレ・ジョーダン、ドワイト・ハワード、マーカスロに関しては現時点ではっきりと決まってないということで、今回はドワイト・ハワードとディアンドレ・ジョーダンの2人だけだと仮定して考えていきたいんですが、2人ともね、共通点は外のシュートが打てない。まあドワイト・ハワードに関してはね、オフシーズン練習やってたり、試合でも超稀に打ってることはありますが、ディアンデル・ジョーダンって打ってることありましたっけ今まで。自分が知ってる限り1回も見たことないんですが、まあとりあえずこの2人に外のシュートは計算できないと。でもこれ2年前のパターンと結構似てますよね。そのレイカーズが優勝した年、あの時はこのディアンデル・ジョーダンのポジションにジャベオ・マギーがいたんですが、2人ともね、その系統はまあまあ似てますよね。サイズがあって高確率でシュートを決めてくれる。まあディアンデル・ジョーダン最近は衰えてきてるとはいえど、ディフェンスもまあまあやってくれる。昨シーズンのディアンデル・ジョーダンはと言いますと、ネッツで57試合に出場して、平均出場時間は約22分、平均得点は 7.5 点と少なめだったんですが、シュートの成功率は相変わらず高めの 76%、 平均リバウンドは 7.5 本で、平均ブロックは 1.1 本と。ちなみにドワイト・ハワードの昨シーズンの成績は、彼は69試合に出場して、平均出場時間は約17分、平均得点は7得点で、シュートの成功率は 59%、 平均リバウンドは 8.4 本で、平均ブロックは 0.9 本と。だから本当に2年前と同じパターンで、ジベオ・マギーがやっていたようにディアンデル・ジョーダンが先発して、ドワイト・ハワードがベンチ出場で、そしてこの2人でローテーションを組んでうまいことやっていくみたいな。まあこのパターンで2年前のシーズンはドワイト・ハワードとジベオ・マギーでうまいこと言っていたから、今回もね、うまくいきそうな予感はしますけどね。そしてあとはシックスマンの部分、まあこれだけ実力のある選手がベンチに勢揃いしてるんで、おそらくたくさんの選手をローテーションで回しながら使っていくことになると思いますが、やはりメインのシックスマンとしてはカメロンアンソニーになるんじゃないかと。まあディフェンスは先ほども言ったように不安は残りますが、そのあんまり動きが速くない選手、ヨキッチみたいな技術派タイプは彼の経験を使ってまあまあ止めることはできるかと思います。でもさっきも言ったようにオフェンスはまだまだ機能しそうなんで、その得点が必要な場面、もしくはそのスペーシングが必要な場面になってくると、ガンガン使われていくかと思います。でもまあそれにしてもロスターの平均年齢どんどん高くなってきておりまして、今回入ってきたディアンデル・ジョーダンが33歳、レジオン・ロンドが35歳、レブロン・ジェームスは36歳で、ドワイト・ハワード35歳、ウェストブルック32歳、カーメル・アンソニー37歳、ウェイン・アリントン33歳、ケント・ベズモア32歳、トレバー・リーザ36歳、そしてもしガソルも戻ってきたら彼は36歳。現在レイカーズのロスターには30代の選手はこれだけいると。いやもう本当に経験は申し分ないんで、怪我さえなかったら普通に機能してシーズン1位とかは全然いくと思いますし、あとはその健康状態をプレーオフまで続けれるか、そこが一番の鍵となってきそうですよね。もしもこのロスターを最高な状態でプレーオフまで持っていけたら、自分はレイカーズが優勝すると思ってます。皆さんは今回のレイカーズについてどう思いますか？あなたの感想もコメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら、チャンネル登録と高評価お願いします。てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。